吉住さんは、一茂さん、高島ちさ子さんと番組やってらっしゃる、いつも番組見ています。2人のイメージや面白いエピソードはお願いしますってなるんですけど。まあ、でも番組やる前からのイメージとやってからのイメージって差はありました？僕ね、ちさ子ちゃんはね、知らなかったんですよ。テレビでは見たことあったけど、うん、でも、なんか、あったら、本当に彼女はきっぱりしてんだよね。本当きっぱりしてて、あと、うん、正義感が強いんだね、あれね。うん、なんかそういうところは潔いっていうのかな、キレがいいっていうのかな、そこはやっぱり彼女は好かれる。まあ、一茂さんは俺と一緒でグダグダだな。じゃあ、正義感がちさ子さんが強いってことは、吉住さんは正義感強くないんですか？俺なんか正義感の塊みたいな人間が単純ってことだからね。正義感が強いとか単純ってことだからね。ああ今、ちさ子さんを褒めてるのか上げてるのかちょっと難しい感じですけども、はい。ね、褒めてる。はい、ありがとうございます。